反省会です、中岡さん。床叩いてたら怒られますよ。すいませんでした。すいませんでした。中山さんがいなくて寂しいですね。今日中継に出られてて、本当はしめしめと思っとんじゃないですか。思ってないですよ。今日この後すっきり帰れるなってなんか今日盛りだくさんでしたね。そうですね、うん、旅もたくさん行ってましたし、そう、ね、中岡さんもドラム、ドラム、どうしよう、濃いでしょ。こんにちは、どうぞ。山出雄一さん、お久しぶりです。いやいや、おしゃれな空間ですね、中も。どうですか、こう、何だと思います、ここ。ありがとうございます。喫茶店、女性にそうやって言うてこれ、僕のドラムセット。白い、ライブで使ってる本物。本物っす。本物よね、それ。偽物ってどんなドラムなんですか。思ってます。本当に思ってます。分かんない。でもかっこいいとかいうつもりでやってないですからね。だって20、その感じがかっこいい。22年もやっとって何も叩けんかったらやばいですよね。やばいですよ。うんって言ってめっちゃうん言うてますよ。ね、偉い人も偉い人も偉い人が回して偉い人が取っとんすから、ね、何言うたら怖いわでも怖いなって思うイコールやっぱ何かがあるから怖いんですよ。何かって何ですか。特殊な何かできるから怒られ、なんて言うんだろう、すごいもの持ってるから怖いと思うわけね。あ、尊敬の念が入ってるっていうことですね。フォローマジで下手っすね。すごいかな分かりづらいもんね今日はティモンディのお二人にリモートで参加していただいて、はい、やっぱティモンディのお二人は花がありますよね、うん、思いません。なんか言葉一つ一つもパワーがあるというか、うん、エネルギーがあるし、やっぱ人をこう引きつける、ね、そういう力があって、うん、リモートよりもやっぱ生に来ていただきたいんですけど、うんうんうん、リモートでもすごいエネルギーが、うん、いやでもよかった、声量のみんなもね、ダンス大会が全国で準優勝してて、なかなか見る機会なかったってね、うんうん、今日カメラを回してくださってる方がずっと言ってたんですよ、うん、叶いましたね。本当ですね。よかった。準優勝でもすごいじゃんって思っちゃいますけど、まだ上を目指すっていうところが先生含めすごいなと思いました。でも常にゴールっていうのが自分たちの方にやることっていうのがあって、うん、まだこう高みを目指すじゃないけど、うん、またこの負けちゃうってところがまた悔しいですよね。だからやっぱもうまだまだやれることがあるってことだから、そうですね、引き続き応援していきたいですね。本当に眩しかったです。素敵なダンスありがとうございました。したことでよろしいでしょうか。最後に、うん、山ちゃんのダンスで締めたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございましたスタッフが安藤さんしてますが今週のいいよは新居浜市でビューティフルな絶賛探し、どこにもないカフェでビューティフル、町を紫陽花でビューティフル、塩むすびで見るのだ。これよね。